思想とは、土地や家の間取りなどの吉祥を見るもの風水と同じく、中国から伝来したが、日本の神仏集合思想が深く関わりを持ち、風水とは違い、日本独自の発展をしたものである。対極思想、音陽道も大きく影響した。音陽道の最盛期と言われる、平安時代中期頃から、病気や疾病、地震、火災、天災など、 全てを神のたたりが起こすものと考えられ、たたりを起こす神の存在を鬼に例えて恐れたと言われる。鎌倉時代前期に表された怨妙同級気少に、へっつい、もん、い、川や、物家いがみなり云々とあり、井戸、へっつい、川やなど、病気に直結する場所を深刻化させ、もろもろのやかつか,みからたたりを受けぬよう採取を行い、合わせてその位置を判断していた。それが、 仮想の原点である。宮城を造営する際、君主が世界を支配するために天とつながる、中心点が重要であるとして、大極殿を建てた。当時を模して建てたものの代表的なものに、平安神宮外拝殿がある。大局が万物の根源、音苗の根源とつながるものと考えられ、万物には当然のごとく神が宿ることから、そこに立てる重要な柱を大局柱と呼ぶことになる。 地方によっては、大国主の神をお祭りすることから大黒柱とも言い,い、太い柱を大黒柱と一概に言うわけではない。伊勢神宮聖殿に見られる心を柱も、日本の神が木や柱を寄りたいとするため、神が寄りつくひもろぎとしている。そういった中心点を大切にし、その上で統制者は、形状打ちを決壊し、人々が暮らす形状打ちに災い事が起きないよう、 四角四境の祭祀を行った。代表的なものに、京城四隅駅震災、宮城四隅駅震災があり、鬼門、裏鬼門を恐れるのでなく、司法を平等に崇めていた。歴代天皇は、正月元旦、早朝から司法を廃され、年祭消滅、五国法上を祈る、司法廃と言われる祭祀を行い、それは、 環平2年から平成期の秋人天皇まで1,100年以上も続いている。北東の鬼門、南西の裏鬼門、大角である北西、東南を現在でも四方を囲み結界を作り、その土地に災いが起きぬよう再例を行う自治祭は簡略されたものである。もう一つの仮想の原点として、高貴な建物を建てる棟梁を万象といい、 建築すべてに携わる者に災いが起きぬよう邪気を払い去る、恩明堂の祭祀祭礼の技法を持ち合わせていた。その儀式を、万象宗上土だと言い,い、戦国時代、恩明氏が迫害を受けても、刀鍛冶と同様、高い地位に位置づけられた万象が、口述現象し、後に書物化した、木割垣書から、仮想は生み出されたものであると、名工大名誉教授、 内藤正は述べている。しかし、その万象ですら様々な流派で混乱し、バラバラであった。この儀式を保存するため、昭和43年、万象保存会が設立され、2014年、300年ぶりに再建される幸福寺で、この儀式が披露された。十二市で鬼門とは反対の方角が羊猿である、ことから、猿の像を鬼門よけとして祀ったり、 京都御所の北東閣の軒下に、木彫りの猿が鎮座し、鬼門に対抗しと言われ、築地塀がそこだけ凹んでおり、猿が辻と称されてきた。京都御所の築地塀が、鬼門、北東方位を凹ませて作られていることから、御所が鬼門を避けている、乗けていると考えられ、それが鬼門を乗ける手法とされてきた。東京芸術大学、東京工業大学名誉教授、聖家清の著書、 現代の仮想には、仮想の教え通りに凹ませていると書かれている。このことから現代でも人々は縁起を担ぎ、家の北東、鬼門の方角に、魔除けの意味を持つ、ヒーラギや南天、おもとを植えたり、鬼門や裏鬼門から水回りや玄関を避けて、家づくりをし、仮想を気にする社会通念が生まれ、根強い鬼門を恐れる社会現象につながってきた。事実。 京都の NPO 法人が2015年、京都市内中心部だけで、ビルや店舗、一般住宅など、約1100カ所に、鬼門、四角く囲って、玉砂利を敷いたり、ヒーラギ、難点を植えている、調査結果が発表されている。京都御所の築地米北東角の部分しかし、こういった長年の仮想の鬼門を恐れる言い伝えは、すべて発祥する京都御所が元になっているが、京都御所の内部には、 鬼の間が存在していた。鬼の間とは、京都御所において、忍寿殿の西、高楼殿の東にある西領土の南西隅の部屋であり、すなわち、浦木門の位置にある。平安戦都市の代理に、山和絵師、飛鳥株恒則が、広報元年と言い,い、古代インドハラナ国の王であり、鬼を捕らえた、豪遊の武将であると、純徳天皇が表した、金碑賞を解釈した。 金碑書講義三巻上に記述されている。現在の建物に白沢王の絵は描かれていない。なお、江戸中期の随筆、夏山雑談には白沢王は、李の将軍、白沢王としても記されている。つまり、京都御所、天皇家が鬼の災い、神のたたりを恐れて、築地米を凹ませていた、という解釈より、逆に庶民に、災いごとが降りかからぬよう。 皇室が一手に去るが、辻の凹みで受け止めて、御所内部の清涼殿の、鬼の間に導いて、鬼を切り倒し、世の安泰を願っていた、そう解釈した方が自然である。現代でも、皇居の間取りは公開されておらず、外から見ただけの兵の凹みだけを受けて、庶民が単純な考えで、鬼門よけにつながったと考えた方が、理にかなうと、仮想を研究する、 小池工事の著書に記述がある。猿が辻に関しても、前述とは別に、御所を守護する日吉神社の神の使いが猿だったことから、猿が辻と呼ばれる理由もある。昭和43年、皇居東御苑が一般公開されたが、京都御所は GHQ の管理下でありながら、昭和21年11月に一般公開されている。しかし現在でも鬼の間は、 一般公開されていない。もし、鬼門包囲を乗けることが仮想の教え通りであるのであれば、一般庶民の住まいにも難性に、鬼の間を作らなければ、仮想は成立しないと論じている。家の中心点を、敷地を、中心、敷地と建物の平均、一階の建物重心、二階の建物重心、一階と二階の建物重心の平均、対局柱、いろり、紙だな。 床柱、おおむね、一家の主の精神、商店は床の間、武家は玄関など、十五を超える仮想の中心点の流派があった。ちなみに、明治維新まで絶大な権力を持った土御門家は、一家の主の精神を中心としていた。明治維新以降、現在の建物の重心を中心とする考え方は、1400年の仮想の、 歴史の中のわずか150年の考え方であると記述がある。仮想が迷信であるとする主張には、文献館の中心点の統一性の欠如、吉祥の統一性の欠如、災いが、鬼門の水回りが影響するかの科学的根拠の希薄性が挙げられる。これに対して、お茶の水女子大学教授、宮内隆久は、 合理性が明らかにしたところで無意味であり、住宅間を明らかにすることが重要であると述べている。仮想と同じく恩苗道から伝わった茶道は、表千家、裏千家、武者の工事千家など、数多くの流派があるが、仮想も同じように数多くの流派が存在していた。恩苗道は平安時代が最盛期であり、そして室町時代は、 その繁栄期であったと、愛知学院大学教授、林敦史の著書、金星音苗道の研究で述べている。また、音苗道は、平安貴族社会を基盤にして展開されていた、呪術的な宗教であり、そして、貴族の間に深く広がった理由を、律令制の神儀祭祀の中に、音苗要素を含む祭祀が、すでに数多くあったことが大きいと述べている。代表的な祭祀は、 陳花祭り、風神祭、大払い、宮城四海駅神祭、坊会火,火災祭、ホタル惑星祭などと述べている。一方、武家の世界では多くの城で鬼門方位に川屋を作ることが常道とされていた、安土城、福知山城、岡山城、姫路城などは裏鬼門に川屋が廃されていたとされ、 死心の災いを恐れず覚悟を持った武将の気構えと捉えることができると述べている。豊臣秀吉による恩苗師弾圧や迫害が始まり、祈祷や占いを制御とする恩苗師を地方に追いやり、一気に力を失ったと述べている。そして開墾をさせ、恩苗師に大地の神々を鎮めさせ、恩苗師の農民化も合わせて図ることを行い、情報収集能力があると見られた。 音苗師を地方や敵地の近くに置くことで敵人の動向を監視する目的も持たせたとも思われていたと述べられている。当時音苗寮にいた正式な音苗師の数をはるかに超える音苗師と名乗る人間が全国に流れたと言われ民間の音苗師として荒れ地の開墾をしながらかろうじて生き残り消門詩や三女坊子と呼ばれていきと呼ばれる偽の音苗師が増えていった。現在 全国で行われている詐欺町という火祭りも民間の恩陽師の影響が大きいとされる。戦国時代の迫害で土見か土家であっても恩陽道の送電や宝具などの多くを消失した。恩陽道の最も重要な王峰の大山不君祭の祭壇も創出し、京都吉田神社から宝具を借用して御所の自鎮祭を行った。その影響があり、恩陽道は 新透色を色濃くしていった。全時代の流れを受け、江戸時代、天明から、完成の時代にかけて、庶民に向けた仮想書が急増し、日和から文化、文政にかけてその書籍の最盛期を迎えたと考えられている。内藤正の研究では、観光年月の特定ができるものとできないものが100冊あったとする。また、アト学園女子大学教授村田アガの著作。 江戸時代の仮想説によって、当時、一般庶民に向けた仮想書が多く発行されたことや、肉筆の奥伝書が多く存在することが明らかにされた。江戸時代の仮想学では、常数に音名語行での木、火、土、金、水を割り当て、あよい、相国を判断していた。村田阿ガによれば、江戸時代の仮想説では、その一例として、 九条八条の続き合いのごときは、ハブキンの喫相なりといったように使われていたとされている。江戸時代は、出版の規制も、松平秀明、本間五郎の知らねばならぬ科学的仮想の話、P56 で以下の事例について述べている。1696年、風水について触れた著仏の一つ、陳境山、山菜発日は、1699年に、 宇川四番線で中国から輸入されたものであるが一部墨消しと、佐賀市の処分を受けるだけに止まらず1685年以降は、金書の指定を受けた。1801年9月、大阪南宝寺の半元河内や八兵衛が出願した松歩道取りの著書、片関正義大勢が風儀を乱すとの理由で不許可となる。ただし、翌年5月に再出願を行った結果7月に、 許可が下りた。1802年9月、大阪長堀震災町の半元張馬や五平が出願した、弁惑下記区決、天文昇景平天に自遣いの2冊に対して、小読みに差し支えないか問題となる。これらの本は、当時著名な歴学者であった浅田律たちの鑑別と、証言により許可が下りた。二大将軍、徳川秀忠は、鬼門方位を心配する者がいたとき、 我が敷地領土すべてなり、ゆえに、鬼門は、江戸である。そう笑い飛ばした逸話が記載されている。六代将軍、徳川家信に仕えた、荒井白石が鬼門を研究し、鬼門弧を表しており、徳川家康が、江戸城構築にあたり、鬼門の橋を案じる家臣に対し、名前だけを違いよと命じ、位置は変えず、筋貝橋門と名を付けたと述べている。 白石の鬼門校では、鬼門を避けない方が基地が重なる、鬼門を避けなければ白明である、鬼門を恐れる、世の風潮の中、両極の鬼門説の混在に迷える記載がされている。上記のように、宮中、武家、庶民と鬼門を捉える考え方が分散されていくことが伺われる。お茶の水女子大学教授、宮内隆久の著書によれば、政府から各府県に対して、 民族調査を明治生活細部に影響を及ぼす禁令を敷いた。特に1872年には、教部省により、因子邪教の類として、カスオも直接的に禁止されることとなった。と述べられている。そして、この流れを受け継いだ、大正時代には、学会誌、建築雑誌や各種新聞雑誌の類などを行い、この運動は昭和初期まで続くこととなり、 民族学において民家研究や民族宗教研究といった研究分野での進展がなかったと分析している。明治から戦後まで仮想は隠避、停止されている。大正時代、兄弟総長、中国古代史研究者、新城郎新造が、名神という書籍を出し、鬼門、小読暦を一刀両断し、鬼門は単なる苔脅しと記述されていた。 1946年、文部省名信調査協議会によれば、疑問を避けるかという問いに関して、信じるかどうかを別として、避けるという回答がに、三行を呼んでいると報告されている。1960年代以末、つ、生家清氏によって、建築計画学、建築史学、地理学の3分野から研究が進められることとなる。清家清氏は、 昔から言い伝えられた仮想の中には建築学の観点からある一定の科学性が認められるものもあるとし、仮想を建築計画学的、工学的、住居学的に根拠があるもの社会的なタブー、名妙、補行説など、迷信、ナンセンスの三つに分け、このうち一番目と二番目について著作にまとめた。明治維新以降、新物分離令が発動され占いや、 仮装も禁止になったが、庶民の間では根強く生きており、江戸時代まで牽制を振るってきた北土見か時計に対する反発が大きくなったと述べられている。当時の仮装書では、一家の主が寝る場所を変えたらどうなる、店を閉店したら中心はどこへ行く、武士が刀を置いたら玄関の中心はどこへ行く、そういった土見か時計への反発が大勢を占めていったと述べている。 そして戦後 GHQ により、浸透指令が出されることで、神と繋がる大極思想が骨抜きにされて、仮想身自身が生き残るために、現代の建物重心を家の中心とする流れに一気に進んでいった。奈良時代、中国から仏教と共に伝来した風水思想の中の巨宅を陽宅風水、墓地を影宅風水とする思想がある。その飛択風水が、 日本で神仏集合の影響を大きく受け、日本独自の宗教観の中で発展したものが仮想で、あるため仮想を風水の一種として扱うかどうかで意見が大きく分かれる。また日本においては地層と仮想の個別の定義があるが、総合して仮想として用いられてきた。日本に伝わった風水は8世紀に陰陽道が国家制度に組み込まれて、 陰陽料が設立されたことで、戦都や宮殿の土地選定を行う先税承知とという、陰陽料の5つの中の1つの分野である。風水を親とすれば、異国に渡り、全く違う宗教観の中で育った仮想は全く違うものと考えた方が自然である。日本では古来から鬼が出入りする方角であるとして、万事に意むべき方角としているが、方位の呼び名は、風水と同じく、 中国から伝来した陰苗道であるが、風水では鬼門を必要以上に恐れることはない。陰苗道が日本に伝わり、日本の神仏集合思想と深く関わりを持つことで、日本独自の仮想の発展が鬼門を異常に恐れる大きな要因とされる。ありがとうございます。